皆さんこんにちは、ボーイズ&メンの赤色辻本達也です。今回はですね、ドラゴンズの未来のエース高橋宏斗投手について、たくさんお話しさせていただきます。彼のポテンシャルはこんなもんじゃないと思うので、僕からいろんな、思うことを話させていただいたので、ぜひ皆さん見ていただいて、ヒットボタンをもしよければ押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ボタンだからお送りしました。